ムは VC 長野トライデンスよりブロックタッチのチャレンジの要求がありました。ビデオで確認いたします。確認の結果ブロックタッチでした。チャレンジは成功です。VC 長野トライデンスの池田幸太選手にお話を伺います。よろしくお願いいたします。池田選手、ようやくのホームでの勝利、まずは今のお気持ちお聞かせください。そうですね、まあ長いこと、敗戦が続いて、ホームでの勝利もなくて、すごい悔しい試合が続いたんですけど、最高です。ありがとうございます。ファンの皆さん、本当に待ち望んだホームでの勝利です。改めてファンの皆様にメッセージをお願いします。そう、なかなか勝てないチームですけど、チーム一丸となって僕たちも頑張ってますので、選手、ファン、ちょっとな皆で一緒に残りの2試合も勝てるように頑張ります。応援をお願いします。池田選手、今日はファンの皆さんの応援、大変一体感があって力強く感じられました。いかがでしたか？そうですね、まあこういうコロナ禍の中でたくさんのファンの方に、応援に来ていただいて、すごい、ファンの応援が力になっているなとしみじみ感じます。そういった中、池田選手、今日はキャプテンとして決めてほしいところきっちりと決めていただいて、チームを牽引されていました。ご自身のプレー振り返ってみていかがでしたでしょうか？まだ、僕も全然足りないところが多々あるので、僕自身も、後輩や先輩方に支えられてばっかりなので、今日も4セット目、カフ君のサーブの力のおかげで、逆転でしっかりリードして勝ちにつながったのかなと思います。来週の最終戦、意気込みをお聞かせください。まだ、最終戦2試合続きますので、熱い応援もよろしくお願いします。今日は喉がイガイガするくらい声を出してくださったキャプテン池田幸太選手でした。ありがとうございました。皆様、続きまして森崎健一選手にお話を伺ってまいります。ありがとうございます。森崎選手と、まずは今のお気持ちお聞かせいただけますか？そうですね、やっと勝ちました。ありがとうございます。なかなか勝てない試合が続く中、今日の勝てた要因、勝因は何だったとお考えでしょうか？そうですね、まあ自分のプレーって言いたいんですけど、本当にこう苦しいところ、まあ、ラリーつないで点数決めた、その後のあの会場の拍手だったり応援っていうのがすごい後押しでされて、本当に4セット目ちょっと自分も体きつかったんですけど、なんとかもう一歩というところで最後までプレーすることができました。本当に応援の力がすごいなって感じました。ありがとうございます。森崎選手は今日はスタメンでのご出場、そしてスパイクの高い決定率、ブロックでも大活躍でした。ご自身のプレーいかがでしたでしょうか？そうですね、スパイクに関してはまあ
すごい今日は上出来だなっていうのと、あと今日矢吹選手と交代で入ったんですけど、そのベンチの方からブロックの部分だったりのシステムだったり、そういう戦略的な部分もアドバイスもらって、そこがうまくはまったので、本当にちょっとチームの全員でっていうところで自分もすごい助けられたかなって感じてます。今回のこのホームでの勝利、チームにとってどんな効果をもたらしてくれそうでしょうか。そうですね、次週が塩尻でのまた最終ゲームのホームが続くので、やっぱこういう応援の力を自分たちの力に変えて、まあ、この勢いのまま残り2戦勝ち、まあ、大分戦になりますけど勝ちにつなげて最後終わりたいなと思っております。いや、来週もぜひ多くの方にお越しいただけるように改めてファンの皆様に一言お願いします。はい、本日は、応援ありがとうございました。なかなか、まあ、苦しい状況続いてますけども、やっとこの1勝を取ったっていうところで、またこの感動をあと2試合皆さんと分かち合えることができたらいいなと思います。まあ、最終ホーム2戦はちょっと、まあ、コロナ禍ですけど、会場を埋め尽くすような形で皆さんに応援来ていただいて、みんなで勝ち合いたいかなと思っております。応援よろしくお願いします。森崎健一選手でした。この時間も見事と勝利しました VC 長野トライデンツのキャプテン池田光太選手、そして森崎健一選手にお話を伺いました。お二人に今一度大きな拍手をお送りください。